今回もキャラゲー味が強い作品のコマンドリストで、コンボ1○○○○○○三角、コンボ5○○○○○○○三角とかあるとうわってなってしまいます。丸かける8回後三角みたいな表現の方が分かりやすそうな気がするのですが、そうなってるのを見たことがありません。これはこういう表記が分かりやすいとされているキャラゲーゆえ、漢字や文章などをなるべく盛り込まないように配慮されている等の方向性なのでしょうか。カモネさんが○○○○○○○○○三角のような表記をどう思っているのか聞きたいです。推進、これを書いて思ったのですが、 2A2CC、 ディレイジャン C、 ジャン 6C、 ダッシュ 66C、 ディレイ波動 A、 A66B、 214B、 4BBB みたいなのをパッと見で解読できる我々が異常なだけなんだな、という化け物が己のことを化け物だと気がついていなかったという悲しい現実が分かりました。確かにね、確かに、日の神烈風弾みたいなね、血風弾か、その特定の、そのいわゆるなんだフィールドで戦う系のゲームって丸何回の後にフィニッシュ三角とかさ、結構そういうのが多いんだけど、なんでこの○○○○○○みたいな表記になっちゃうかっていうと、まあ、翻訳の問題ですね。 UI とか翻訳の問題が大半だと思う。これは○○○○×8回後っていうのを日本語で書くんだったらこれでいいんだけど、英語で書くとうんみたいな感じになるし、中国語で書くとうんって感じになるし、しかも言語によって多分ね並びが変わっちゃうんだよな。丸丸丸丸あ、じゃあ、上のさ表記だったらどの言語でもさ通用するんだけど、下の表記だったら言語によってさ表記って変えなきゃいけないし、その並びが変わるんだよ。丸とか三角とか8回語っていう意味の単語の並びって言語によって違うからさ、ので単純な置換では済まなくなる、置き換えでは済まなくなっちゃうからめんどくさいよねっていうのが結構あるんじゃないのってなんとなく思います。あとは多分もうこの文化が染みついちゃったせいで、丸8三角とか書くと丸8回でなんか技が出ると思っちゃう人が出てくる可能性がある。丸8回連打するとなんかそういう超技が出んのかなみたいな思う人がいる可能性があるっていうのが、まあ多分理由だと思いますね。ただ正直俺もこの表記は訳が分かんないと思う。何って思うんだけど、まあこれはねちょっと勘弁してと。あっちょ待って、プレマに今人がいるから俺オートパスした方がいいな、失礼。この辺はね、その辺が理由なんじゃないかなと思います。で、格ゲーマーの、そう、これがね、すぐ理解できてしまう。そもそも天気表記が苦ではないあたりは、まあ、ちょっと化け物だなとは思うんで、まあ、しょうがないなと思います。多分、あっちはあっちで独自の文化を築いているから、○○○○○○みたいな表記の方が安心する層が多いんじゃないかなと思いますね。はい、その辺が理由なんじゃないかなと思います。はい、お便りいただきありがとうございます。